どうだ、ティオ。悪い予感が的中です。時、空、幻。上位三属性が働いています。トウや総員と同じですね。そう、やっぱり。どうやらこの先は一筋縄ではいかないみたいね。ってことは、あの得体の知れない化け物どもが徘徊してるってことか。やれやれ、ゾッとしない話だぜ。そうか、わかった。当然敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな気を引き締めていこう。はい。行くぜ。行くぞ。地の底に続く縦穴、なんて大きさなのかしら。ここからの目測だと深さ500アージュってところか。やれやれ、こいつは骨が折れそうだぜ。ティオ、どうした？大丈夫？真っ青な顔してるわ。問題ないです。ただ昔いた場所のことを少し思い出してしまって。昔いた場所。そうか、共和国の生誕にあったっていう連中の拠点のことだな。はい、多分この縦穴は煉獄に続く黄泉寺を見立てて建造されたんだと思います。エイドスを否定する概念としての悪魔に近づき利用するため、そして彼らに供物を捧げる儀式を執り行うために。最低の連中ね。はっ、道理で神器臭い匂いがするわけだ。だったら俺たちの仕事は一つだけだ。俺たちの道を開いてくれた人たちのためにも、そして俺たちの帰りを待っているあの子のためにも、その神器臭い幻想を叩き壊して日の光の下に引きずり出してやる。もう誰も辛くて悲しい思いをしなくて済むように。ロイドさん。たく、熱血野郎と言いたいところだが、ま、今回ばかりはそいつに一口乗らせてもらうぜ。私も乗った。敵は全てを影から操っていた得体の知れない雲のような存在。でも今の私たちならきっと届くことができるはずよ。はい、絶対に負けません。よし、それじゃ行こう。クロスベル警察特務支援課所属、ロイド・バニンクス以下4名、これより事件解決のため強制潜入捜査を開始する。ここは、あ、そっか、そうだった。おじさんたちに挨拶して荷物を送ってくる。列車に乗って、それで。あなた大丈夫？目が覚めたようじゃな。うなされておったが、どこか具合でも悪いのかね。いや、
ちょっと寝不足だっただけで、なんだか変な夢を見ていたみたいだ。変な夢か。もしや色っぽい女子どもに迫られてあたふたする夢でも見てたかな。いや、そんないい夢じゃなかった気が。もうおじいさん、若い人をからかっちゃダメですよ。そうだ、眠気覚ましに冷たいレモネードでもいかが。凍らせたものを水筒に入れて持ってきているの。それじゃありがたく。ごちそうさま。冷たくてすごく美味しかった。お粗末様。しかしその格好、帝国人ではなさそうじゃな。やはりクロスベル出身かね。しばらく外国で暮らしていたんだけど、戻ってくることになったんだ。そういうおじいさんたちもやっぱりクロスベル出身？もう共和国方面を旅行してちょうど戻ってきたところじゃよ。しかしそういうことなら今のクロスベルを見たら驚くかもしれんな。そうですね、ここ 2,3 年で街並みも結構変わってしまって。やっぱりそうか。実は最近何度か列車でクロスベル市を通り過ぎたんだけど、ずいぶん背の高い建物が建つようになったみたいだね。もともとクロスベルは大陸有数の貿易都市の一つじゃ。金融業も発達していたため、諸外国から皆が集まりやすい傾向にあったのじゃが、一昨年の不戦条約以来その流れが加速したようでな。莫大なミラの投資対象としてデパートやらオフィスビルやらが次々と建てられているのじゃよ。いろいろ便利になったのはいいけれど、少し目まぐるしくなったわね。誰もがみんな時間とミラ儲けに追われるようになったというか。あら、ごめんなさいね。せっかく帰ってきてくれたのに。悪いこと言ってしまったかしら。いや、気にしないでよ。手紙でいろいろと聞いているし。それに、どんなに変わったとしても、クロスベルはクロスベルだから。そう？若いのに分かっとるな。それに引き換え、最近の政治家どもと来たら。やれ帝国派だの、やれ共和国派だの、利権争いばかり繰り広げおって、もはや信頼できるのはマクダイル首相しかおらんわい。おじいさん、おじいさん。ごめんなさいね。この人と来たら政治の話になるともう我を忘れてしまって。いや、勉強になるよ。外国でもクロスベルタイムズは取り寄せていたんだけど、実際に話を聞いてみないと本当のところはわからないから。おお、お前さんもクロスベルタイムズの愛読者か。多少ミーハーなところもあるが、なかなかいい記事を書く雑誌じゃろ。もう少し自治州行政の問題点に突っ込んでほしいところじゃが。なるほど、やっぱりいろいろあるみたいだね。乗客の皆様にお伝えします。まもなくクロスベル自治州クロスベル市に到着いたします。リベールレミフェリア各方面への定期飛行船をご利用のお客様はお乗り換えください。なお、大陸鉄道降車規約に基づき、当列車はクロスベル駅にて30分ほど停車させていただきます。エレボニア方面に向かわれる方は入国申請書をご記入の上、臨検官への提出をお願いいたします。到着のようじゃな。帝国軍人の顔など見たくもないし、
ったと支度をするとしようか。そうだね。あれから3年か。セシル姉とは何度か動力通信で話してるけど、兄貴、セシルね、俺やっと帰ってきたよ。クロスベルにみんなで過ごしたあの街に。うわぁ、ずいぶん様変わりしたな。デパートなんか完全に新しくなってるし。あれ、そっちの建物は？去年オープンしたばかりのオーバルストアじゃよ。
最新の動力製品から動力車まで扱っておる店舗でな、帝国製、共和国製、リベール製、エプスタイン製、全て扱っておるぞ。はあ、大したもんだね。それに結構車も増えたみたいだ。3年前はほとんど見かけなかったんだけど。お金持ちにしか縁がないものだとは思うけど、動力バスの本数が増えたのは正直ありがたいわね。南にある病院方面なんか30分ごとに走っているのよ。へえ、それは便利になったね。そうか、3年ね、そこまで変わったんだ。さてと、ここまででいいぞ。就職先に顔を出すんじゃろ。な、うん、せっかくだから家まで運ばせてもらおうと思ったけど。あらあら、ダメですよ。せっかくの初出勤、遅刻でもしたらどうするの。さあさあ、何事も始めが肝心じゃ。確かにそうだね。しかし戻ってきたばかりで住むあてはあるのかね。東通りでよければ下宿先は紹介できると思うが。ああ、気持ちはありがたいけど、寮が用意されているらしいんだ。送った荷物もそちらに届いているはずだよ。ははそうじゃったか。私たちは東通りの外れの方で暮らしているの。何か困ったことがあったらいつでも頼ってらっしゃいな。うん、ありがとう。落ち着いたら挨拶に伺わせてもらうよ。あ、しっかりな。それじゃあまたね。あれ、あの雑居ビルちゃんと残っていたんだ。確かクロスベルタイムズが入っていたはずだけど。懐かしいけど、この街並みじゃ浮いてるよな。さてと、そろそろ時間だ。特務支援課、警察学校のカリキュラムじゃ聞かなかった名前だけど、まだ制服も受け取ってないし、どういう部署なんだろう。まあいい、とにかく行けばわかるよな。さすがに警察の場所までは変わってないだろうし。よし、初出勤と行きますか。クロスベル警察、前にも何度か訪ねてるけど、ここが今日から俺の職場になるんだな。さてと、まずは受付に挨拶しておこう。こんにちは。ようこそ、クロスベル警察へ。どの
なご用件でしょうか。いや、今日からここで働かせてもらうことになったロイド・バニングスと言います。どうかよろしくお願いします。あ、そうだったんですか。嬉しいです。一緒に働くお仲間が増えて。あれ、でもおかしいですね。今日新人の方が来るっていう連絡は受けていないんですけど。その警察本部じゃなくて警備隊の方ではないですよね。いえ、警察本部で間違いないと思います。一応警察学校の方で捜査官の資格をもらいましたし。え、捜査官試験に合格されているんですか。すごいですね。新人の方では珍しいですよ。いや、運が良かっただけですよ。それに今回試験を受けたのは自分だけだったみたいだし。またまた謙遜しないでくださいよ。でもおかしいですね。だったらこちらにも連絡が来てるはずですけど。あの、どちらの部署に配属される予定なんですか。はあ、それが特務支援課っていう部署らしいんですけど。特務支援課？そんな部署ありましたっけ。あの、ないんですか。ちょっと待ってください。どこかでその名前を聞いたことがあるような、ないような。おー、来やがったか。あ、セルゲイ警部。フラン、うちは俺が引き取ろう。うちの新人なんでな。あ、なるほど。警部が立ち上げた新部署の名前だったんですね。ああ、よろしく頼むわ。ま、半年も経たないうちになくなってるかもしれんがな。特務支援課課長、セルゲイ・ローだ。うん、お前がロイドか。はい、ロイド・バニングスです。クロスベル警察特務支援課への着任を報告させて。ああ、それはまだいい。着任報告をするのはまだ早いと言っている。ついてこい、他の連中を紹介しよう。え、その頑張ってくださいね。いろいろ大変だとは思いますけど、ガッツがあれば大丈夫ですよ。はあ、激しく不安だ。あら、おっと、おいでなすったようだな。待たせたな。こいつが最後のメンバーだ。おい、自己紹介。はい。あれ、先輩にしては顔ぶれが同じ新人。いや、それにしたって若すぎる子もいるような。おい、どうした。名前と出身だけでいい。すみません。ロイド・バニングス、ここクロスベル市の出身です。しばらくの間外国で暮らしていたんですけど、この度警察に入るにあたり戻ってくることになりました。これからよろしくお願いします。おお、真面目だね。俺はランディ・オルランドだ。趣味はナンパ、ギャンブル、グラビア雑誌の鑑賞ってところだ。後でお前さんには俺の秘蔵コレクションからとっておきを貸してやるよ。はじめまして、エリー・マクダイルです。あなたと同じクロスベル市の出身です。よろしくお願いしますね。ああ、
ティオプラト、レマン自治州から来ました。よろしく。よろしく。セルゲイ課長。ん？なんだ。特務支援課というのは一体どういう場所なんですか？その自分も含めて随分若い顔ぶれのような。ま、いろいろあってな。ちなみに全員お前と同じく期待のルーキーばっかりだ。気楽でいいだろう。はあ、いいのかしら。ま、口やかましい先輩がいないってのはありがたいね。はあ、なんだこの状況。なんだか無性に不安になってきたぞ。こちらセルゲイ。おお、ご苦労さん。あれは携帯用の通信端末。そんなものまで実用化されているのか。ねえ、了解だ。それじゃあ後始末の方は任せてくれ。よし、喜べルーキーども。この特務支援課がどんな仕事をするのか、これから素敵な場所でじっくりと体験させてやろう。